たお話がすごくスケールが大きかったんで、まだ今の自分の立場からは見えないところの世界だったんですけど、そこ側からの話を聞くことで自分でもこのスタートでもそこまでいけるんだっていうことを見れたのは、今日はすごく学びがありました。